え、でででで、これ絶対コブになってるだろう。にしてもあの照れ隠しは強烈すぎだろう。くそ、この狩りはいずれ。うわ、マジキモいんですけど。お前そんなところで何してんの。別に、ただちょっと通りかかっただけ。じゃあ俺帰るところだから。はあ、何勝手に帰ろうとしてんだよ。なんでって、疲れてるんだよ俺。用があるなら早くしてくんないか。昼間にメールしたじゃん、仕事のことで相談があるって。とにかくここじゃ話しづらいからさ、どっか店入んね。だからさ、今のマネージャーがほんと使えなくて。そんでスタッフのやつがさ、色目使ってくんの。マジ鬱陶しい。おい、聞いてんの。はいはい、聞いてるよ。チッ、電源切っとけよ。むーちゃん言うなよ。もう家に着きました。誰からだよ。綾瀬。おい、早く返信しろよ。できれば私はいないことにしてさ。